皆さんこんばんは。服を着たらここが破けてしまいました。元男の子の青木かのんです。今回は視聴者さんから質問をいただきましたので動画を作ります。かのんさんこんにちは。これから女性になりたいと思っている大学生の見た目は女、体は男のものです。幼少期からずっと性別に悩んでて、やっと手術の許可が両親から出たので来年中に性転換を予定してます。おお早い、羨ましい。ここで相談ですが、穴を作るタイプと穴を作らないタイプがあるじゃないですか。カノンさんは穴を作るタイプの手術をされていますが、逆に穴を作らないタイプの手術はどんな人におすすめですか、とのことなんですけども、以前なんか似たような回答を出したと思うんですけども、ちょっとその時に話してなかった内容もあるんで、しっかりと今回は答えていきたいと思います。いろいろ私も絶望していたことも過去にありましてですね、それも話していきます。ではレッツラゴー。もうさすがにもうやばいでしょこれ。事務所の先輩だってゆきりぬさん。早速話していくんですけども、見ての通り私はもともと男性だったわけですよ。で今回この穴を作るタイプと穴を作らないタイプの手術とか言っても、多分初見の人だったらお前何言ってんだみたいな感じでわからないと思うんで、最初にちょっとテンプレ的な説明ですね、簡単にしていきます。まずですね、この男性器をスパッとこう切り落として、で腸の一部の管、腸管ですね、それを切り落とした部分のところにぶっ込むんですよ。でどうなるかっていうと、女性と同じようにその空洞がちゃんとできるんです。そうすることによって男性とその営みとかした時でもちゃんと受け入れることができるっていう。でもう一つ今回この話に上がってきた穴を作らないタイプの手術なんですけども、男性器をスパッと切ってそれで終わりです。だから見た目だけ女性器になれるみたいな。余談なんですけども、穴を作るタイプの手術の方がいろいろな工程がかかってくるんで、まあ、料金が倍ぐらい高いですね。どんな人に穴を作る手術がおすすめなのか、そして穴を作らない手術がおすすめなのか話していきます。穴を作るタイプの手術の方がなんか人気なんじゃないのって思いきや、実はかなり穴を作らない手術をする人もめちゃめちゃ多いんですね。まずは穴を作る手術がおすすめな人、1つ目、挿入が前提の営みなどをしたい人。なんだろうなこの喋り方、発表会みたいな。別にそういう感じじゃないんですけどね。じゃあちょっと言い方変えます。挿入が前提だ、こういうことがねやるから下ネタ YouTuber とか言われるんですけども、下ネタじゃねえよ、性教育だよ。いや、ちゃんと言います。挿入が前提の営みなどをしたい人、まんまですよね。だって男性とその営みとかをしたいってなった時に使うことができるんですよね。2つ目、女性に限りなく近くなることを望む人。営みとか別に全然興味ないけど、むしろしないっていうかしたくないけど、自分のその体に女性と同じようなその仕組みができてるってことに安心感を得たいっていう人もいるんですよ。でどっちかっていうと私みたいな清楚な人ですよね。ちょっとふざけちゃったんですけども、じゃあ逆に穴を作らない方がおすすめだよっていう人は、挿入が前提の営みを考えてない人、もしくはしない人。別に自分は挿入とか全く考えてないようだったら、もう全然コスト的にもそうですし、身体的なダメージとかもかなり負担が軽くなりますよね。その身体的ダメージも私は悲劇が以前起こってまして、それは最後の辺にお話しします。2つ目、これ意外かもしれないんですけども、レズビアンの人ですね。だってもともと男性でなんでレズビアンなんだって思う方いらっしゃると思うんですけども、意外とね元男の子レズビアンって多いんですよ。多分皆さん今からこうやってコメントしてると思うんですけど、私先に当てますよ。それなら性別をわざわざ男から女に変えずに男として女を愛せばいいじゃん。って書きますよね。でも案外そこの感覚値で私たち、いや元男の子レズビアンの方はその境地じゃないんですよ。ちょっと何言ってるか分かんなくなってきた。
真面目に話すと、家庭を見ちゃうから混乱しちゃうんですよ。女性として生まれてきて女性が好きなレズビアンの方いるじゃないですか。それと同じなんですよ。本人たちは性別を男から女に変えて、ね、女として女を愛したいみたいな。ってなると、まあ、挿入とかのそういう営みとかは別に重視しなくてもいいんじゃないのかなっていう感じで、穴なしタイプの手術を選ぶ傾向が強いんだと思います。そして今回そのどっちの方がいいかなみたいな感じで多分悩まれてると思うんですけども、デメリットちゃんとお話しておいた方が安心だと思うんで今から話しますね。私は穴を開けるタイプの手術を選びました。じゃあ青木かのんはやってよかったのか発表いたします。後悔してます。ちょっと前まではコンタクトずれた。なぜ後悔したかというと、ダイレーションっていう作業があってですね、何回も聞いたよって思うかもしれないですけども、一応初見さんに向けにもう一回話しておきます。ピアスの穴と一緒なんで、透明のピアスつけるじゃないですか、穴が塞がないようにするために。それと同じ要領で、でっかいずぶといこのなんか棒みたいなのこうやって出し入れするんですよ。だから傷をえぐってるような感じ、もう切腹してるみたいな感じですよね。本当に泣きながらやりますよみんな。まあそれを考えると後悔だよね。あと私の場合は腸管を中に組み込んでるので、腸液っていうのが自然と分泌されてしまうんですよ。常に死ぬまでナプキンをし続けなきゃいけないっていう、まあ、そういう大変さがあります。そして何より私がどこに一番後悔を感じたかというと、ダイレーションを一時期私はサボってしまったんですね。もう皆さん想像がついてると思うんですけども、ちょっと黙ってて言わせて。せっかく辛い思いをして自分の体にぶち開けた人工交換が塞がりかけました。いや、ほぼ塞がりました。やば、思い出すだけで気持ち悪くなってきた。そうですよ、私は一時期股間を失ったんですよ。こういう変顔ばっかしてると本当にそういう顔になっちゃうから、どうします？私が例えば合コンとか行って、ここ行かないですけどね、例えばだよ、かのんちゃんは何が趣味なのみたいな言われた時に、お菓子作りが趣味です。スケベ人間みたいな顔してるでしょ。誰がスケベだ。よし、じゃあ久しぶりにダイレーションやるかみたいな感じで、こうやってブシュッって入れた瞬間に、ん、おかしいぞ、なんか入らないぞ、え、本当にパニックになって、で私はすぐにかかりつけの病院に行って、やばいとこまで来てるからとりあえずまたダイレーションやるしかない、ただこのぐらいで気づけてよかったねみたいな、完全にアウトになってる人もいるからっていう感じで、私はまたその日からダイレーション地獄が再開したんですよね。だから本当に定期的にやんないと大変なことになるんですよ、まあ、それが私の一番のストレスポイント、まあ、そこで後悔してるっていうことです。だってね、私が以前飲み屋で働いてたんですね。そこのお店のママが再手術したんですよ。もう穴が完全に塞がっちゃって、やばくない？考えられない。だってまたあの手術をしなきゃいけないっていうのが。あとはそう、もう一つ、完全放置で開き直って封鎖した人もいます。完全封鎖ですよ。もう私みたいに人工助成器封鎖できませんって言っている人とはもう真逆で、完全封鎖ですよ。そう、レインボーブリッジのようにね。なので結局完全な安定っていうのはないんですよね、穴を開けるタイプの手術の人は。そう考えるとちょっと虚しくなってきますよ。仕方ないんですけど、まあ、こんな風に自分がなっちゃうんだって最初に予測できていたら、もしかしたら穴を開けてなかったかもしれません。ただ今なんだかんだまあパートナーとかもできて、まあ、付き合って半年で1回しか営みしてませんが、もし私が開けてなかったら、まあ、その1回もなかったわけですよ。なのでなんだかんだ開けといてよかったな、まあ、その程度なんですよ、もう私の場合は、まあ、いわゆる大は小を兼ねる的な。ですので本当に強い目的がなければ開けない方が絶対にいい。だって本当に性転換して穴を開けたんですよ。ただそれが全然なんかうまく安定しなくて自殺しちゃった人とかもいたんですよね。手術したから終わりではなくて、手術してからまた戦いが始まるっていう、そういう世界なんですよ。しかもね、もう見た目がね、完全な女性器になったら、その管があろうがなかろうが戸籍を女性に変えることができるんですよ。そう考えると悩んじゃいますよね。切除だけして女性として今生きてる方もいっぱいいますんで、
まあ、そういう方に直接話が聞ける機会があったらめちゃめちゃいいんですけど、私は、今すぐ聞ける状況でもないんで、まあ、私のこの経験とあと憶測で今回答えさせていただきました。そしてちょっと余談なんですけど、確実な情報ではないですが、知り合いの先生に聞いた話です。男性器だけ切って、要は穴なしタイプの人でも管を作る手術に後からできたりとかするらしいですよ。本当にそれができるのかちょっとわかんないんですけども、まあ、一応そういう話も聞いたことあるよっていうことでした。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok と普段動画では話さないようなことを主に書いているノートもやってますので、画面の下からぜひフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。